どうもコネです。この動画を再生いただきありがとうございます。今回は盾の勇者の成り上がり見ていきたいと思います。それでは早速始めていきますので、カウントダウンの後スタートです。はい、始まりました。2人寝てます。フィーロとラフタリアで、ナオフミはなんかやってるっぽいね。あ、前回もらったあれだね、あのハンマー、金槌の、うん、なんだろう、何作ったんだろう。あら、ラクタリアに手作りのフィーロは、フィーロにも、なんに優しいじゃん。起きちゃったけど、うん、かわいいなヒーローは。うん、あ、いいね、後ろに隠して。ちょっと直君やっぱ優しいじゃん、なんだかんだで。いつもツンツンしてるけどさ、二人には優しいよね。うわー、もっとね、この二人に見せるような優しい笑顔をさ、あの他の人たちにも見せればいいのにね。だってやってることはすごくいいことだし、現にね、その助けた人たちに慕われるからさ、直文は必ず。でもやっぱりそこの部分はまだあれなのかな、なんか感じてるのかな、感じてるっていうか元々の性格なのかね、どうなんだろう。で、前回のラスト C パートで東方に行くって言ってたんだよね、次の目的地が。その東方っていうのか何なのかっていうのと、あとなんかドラゴンっぽいのがすごい死体の山なのか、なんかすごいあまり良くない山にこう横たわっているような場面が映ってたから、何かしらこう関係はしてくるんだと思うけど、いやー、どうなるんだろうね。前回がめちゃめちゃほっこり回だっただけにね、今回がどっちに傾いて物語が展開していくのかっていうのがとやっぱ注目ポイントかなと思いますね。はい、早速行くのかな。おお、また困ってるような人が、あ、ご飯食べさせてあげたんだね。うん、え、東方でしょ。え、流行り病、流行りの病か、なんか感染病みたいな感じかな。ここ、うわ、もう村自体が廃れちゃってんね。うーん、薬、うん、身長なんだ、すごい有名だね、身長って。直文が来ましたよ。あ、治療師、うん、うわー、みんなこんなになっちゃって、うん、なんかお札みたいのが貼ってるのがなんかねすごいね。お、あ、直文やってくれんのね。どうかな、聞く、あ、聞いてる、あー、いいね。
亡くなっちゃった人たちか。根本治療じゃないんだ。アホフミ、なんでそういうこと言うのよ。山から吹く風？なんだろう。レン、噂黙れてたね、そういえばね。やっつけたんでしょ。え？そういうこと、そのまんまにしてたの。確かに死骸の処理ってあんまりしないか。なるほどねー。そんなにすごい毒だったのか。でもね、もう直文やるしかないじゃん。よし、行こう。大丈夫大丈夫。慣れてるから。金貨500枚なんかないって、さっきもないって言ってたじゃん。確かにその通りです。まあでもね、救ってくれるからさ。キメラバイパーシールド。いやー、大掛かりな荷物。そうなの。一生が1ヶ月ね。なるほど。 フィーロ。お、どうすんの？よい。お、フィーロにかけた。やるね。これでもさ、レンが死体を片付けなかったからこうなってんだよね。元康に続き、蓮の尻拭いを。 うわー。くわー、ヒーローには関係ないらしい。 かわいいな、ヒーローは。うわ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 。え？何？アンデッド化してんの？あ、違う。再生してるじゃん。うわ。生きてんのかい。あ、ドラゴンゾンビ。ゾンビ化して。しかもレベルハテナだ。やばい。強そうだね。さすがにこれは。え、フィーロ、ちょっと大丈夫？目が。
マジ？まあ、ドラゴン系とちょっと敵対なんだっけ、仲悪いんだっけか、フィーロってフィロリアルが仲悪いの。うわーすごい毒斬りだ、もうビリビリいっちゃってるよ。もう39、しかもフィーロの方が直文よりレベル高かったんだけど今。うーん、いやちょっとフィーロそんな前に出て大丈夫？うん、フィーロ、フィーロ、フィー、うわっ、え、え、フィーロ食べられちゃったんだけど、今血出てたよね、しかも。え、嘘でしょ。ちょっと、うわ、どうしたの、ほんに。え、何、また戻っちゃうの、なおふみ。何何何何、え、何、ちょっと何、全てが憎い。カーズシリーズ、フンドの盾。うわ、あ、あの王様、あ、マイン、元安が出てこないってことはあんまり憎いんじゃないの、こいつのことを憎んでるんだよやっぱり。なになになに、赤い、これフィーロどうなったの、うわちょっと、ラフミ、なに、怒り狂ったの、え、どうなってんの、ナオフミ、ちょっとマジで急にすごい展開になってんだけど、ナオフミ、ナオフミ止めてる、うわうーわーなんだーナオフミちょっと、でもこれさ、なんか覚醒してるっていうよりかはさ、もう怒り狂ってなんか暴走してるような感じじゃない、いやでもかっこいい、見たことない伊達だ、直文、目が、うわすげえ、しかもすごい作画だ、もう怒りの憤怒の文字通り盾ってこと、いや、うわぁ、ナオフミ燃えた、うわぁ、あ、ラフタリアの声が、うん、あ、はあ、普通に戻った。え、どうなってたのよ、今。あ、ラクタリアが？しかも、怪我してんじゃん、ラクタリア。あ、怪我じゃない、毒？え、ナオフミがやったの？
うん、治んないよ。いや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 、ちょっと。ああ、もう。っていうか、フィーロも。燃えてる。うん。あ、お腹。あ、え？何、さっきのが聞いたの？ああ、ラフタリア、それ何、火でやられたのか毒なのかどっち？いやー、でかフィーロー、ヒーロー。なんかさっきお腹グッて動いた時もしかしてって思ったけど、え、てかさ、食べられた時血出てなかった？うん、だから、うん、なんだよそれ、もうヒーロー、そりゃするよ。いや、なんでなんでよ。え、内側から？うん。はいはい。なんだこれ、水晶。え？ヒーロー食って大丈夫？うん、ラフタリア、いやいやいや、もうそんなこと言ってる場合じゃないよ。はあ、まあとりあえずよかったか。いや、でもちょっと危なかったね。あ、うん、くわ、清水が必要なんだ。本当だね。てかラフタリア、ん？あ、なあ、こんな、君なんかいいキャラしてるね。うん、あれなんなのよ、フンドの盾、ラフタリア。いや、うん、え、あ、そのフィーは食べたやつの水晶、え、あ、そうなのね。うん、あ、縦に入れれる？なんか強そうだけどね。はてな、あ、レベル縦や。
そういうのもあんの。うん、嘘、そんなに強力なのあれ、やば。なんだろうね、あれ、身長と臆病が違う。うん、今回全員無事に助かったからさ、次に生かせばいいんじゃないかい。でもラフタリアはちょっとね、傷が残ってしまった。うんうん、そうだね、それが一番。うん、ナオフミ自分で気づいていない。二人はよく見てるんだね。うん。うん。うん。かわいい。え。なんでよ。なあ、君はもう本当に。何それ。俺はあったかくないぞって。一緒に寝て。うん、そうだね。あー、この信念が固まった。いやー、あの盾一体何者なの？フンドの盾だって。ツリーにはなかったって言ってたから、いつも見てるあのツリーだよね。だけど、あのフンドの盾を使ってる時に赤いツリーが出てたから、しかもあれ、赤いツリー、ハテナじゃなくて全部なんか解放されてるっぽかったから、あれをもし全部使ったら、そこにいたフィーロとかラフタリアも含めて全員殺しちゃったかもっていうような、そんなことだよね多分ね。あれはなんか良くない気はするね。だけどめちゃめちゃ強いっていうことだけは分かったね。いやー、今回で終わりではないだろうね。あの盾はまたなんか、ナオフミが追い詰められた時にあの盾を発動してなんか良くない方向に行っちゃうんじゃないかなってちょっと心配はするけどね。どうかね。でも今回みたいにラフタリアがいてくれればね、ラフタリアの声が合わせて届けばナオフミも戻ってこれる、戻ってこれたから、いやー、またまたナオフミは本当闇の方向へ向かう主人公だね。メルティとはなんだろうね。はい、ということで同時視聴いただいた方ありがとうございました。今回のエピソードですとか、この動画に対する感想ありましたら、ぜひコメントいただけると嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。コネでございました。バイバーイ。